ローズラブのラブ力。さて今夜のお客様はボカロ P のねじしきさんです。よろしくお願いしますよろしくお願いします。そうあのボカロ P という言葉を、はい、ローズは去年ぐらいからかな、なんとなく知り始めて、はい、でももっと前から全然 あった、はい、お職業というか、はい、で今実際に P さん、はい、P さんじゃないボーカル P さんよく言われますよ。 いらっしゃるので、はい、もう今日はわからないことだらけなので、はい、たくさん聞いてください。そしてね、はい、そうそうこの間、はい、9月の25日に、はいはい、リリースされたねこの二次式さんのワールドについても、まさかの感激です。ありがとうございます。お伺いしたいと思います。はい、ありがとうございます。そして、今夜の格言はゴッホで、内なる声がお前には書けないと言ったら何としてでも書け、そうすれば何も言わなくなるというね、ゴッホがこんな言葉を残しているので後々、はい、後で聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。ではね、まずこのね先ほどのワールド、ね、ほやほやの、はい、アルバムからいきましょう。アルバム1曲目に入ってる曲です。豪華、フューチャリングメイコ。
ブルーレディオ .com。 豪華でした。ありがとうございます。かっこいい曲です。ありがとうございます。でこのメイコさんというのが、はい、もうそのボーカロの、そうボーカロイドのソフトウェアの名前なんですけれども、結構そのソフトウェアのそのメイコとか、例えば初音ミクとか一番有名な結構いますよね、でそれぞれに結構そのファンというか、まあシンガーということで、その人に対してまあみんなこう思い入れがあって、その声に対してこうファンがいるっていうのがまた面白い文化なんですよね。そうなんですね、はい、なんかそうこのねアルバムだといろんなそのボーカロイドの方が歌っていて、はい、でこのメイコさんってどういう人っていうか、はい、だ割と日本語対応の、はい、最初の人、そうなんですよ、はい、それを今も使おうと思ってらっしゃるのっていうのは、はい、どう、なんそうですね、結構やっぱその僕さ、その最近結構その今回のアルバム、そのワールドってアルバム、あのタイトルつけたんですけれども、結構海外のそのボーカロイドファンとかがあのたくさんいるなっていう結構現状があって、よく海外のイベントに参加するんですけれども、結構その昔のメイコっていうそのいわゆるボーカロイドとかって、もう今はもう、だから15年以上経ってるんで、もう誰も聞いてないのかなと思ったら結構根強いファンがいたりとかして、やっぱりすごいそのコンテンツとしてずっと大事にしてるんだなっていうのがあったので、結構自分も初心に帰って使ってみようかなとか、その彼女の声をフィーチャリングしてみようかなとか、そういう気持ちがありました。でそうこのね、あのねじしきさんというお名前って、はい、杉吉さんの、はい、なぜだろうっていうそうですよね、なんか、本当はなぜそこからっていうところありますよね。いや結構その昔あの僕その古本とかが結構好きで、はあ、で結構その昔のそのガロだったりとか、なんかそういうものだったりとか、自分のリアルタイムではないんですけれども、そういう結構雑誌とかをなんかこう集める癖があって、でまあ、あのボカロ P を始めようとするときに、なんか結構ボカロ P ってこうかっこいい名前っていうよりも、少しちょっと砕けた名前のクリエイターの方が多かったんですね、まあ、あのいろんな方いるんですけれども、結構ひらがなでだったりとか、でなんかまあねじで式で、まあなんか結構ちょうどいいバランスの名前だなっていうのを、なんかこういい名前ないかなと思って自分の本棚とか見た時に、あの杉原さんのねじ式があって、これでいいやっていう割と安易な理由でした。いやすごいいいですよね、覚えやすいし。そうなんですよ。でももちろんね、あのやっぱりその杉原さんの作品がすごくやっぱりこう世界的にも今評価されてるんで、あの SNS でエゴさせると大体あっちがピャー出てきて、負けるものかと思いながら、いつもあのボカロ界のねじ式は俺が守るみたいな気持ちで活動してますけどね、なるほど、はい、ねじ式さん、それであの元々はそのボカロを作る方ではなくてバンドをやられていて、はい、そうですね、からのってそのなんだろう、人に曲を作っていたというか、人間に歌わせる時と、じゃあボカロに作ってみようってなった時に、作り方っていうのは、考え方っていうか変わってきたことは、そうですね、もともと人間に、まあ、バンド活動していた時はボーカル に歌ってもらうことを前提で書いていたんですけれども、そのバンドがまあ解散した時に地元の地下アイドルの子とかに結構曲を提供してたんですね。なのでこう男性の、まあ、僕のやってたバンドは全員男の男性 あのバンドだったんですけれども、その頃にちょっとこう女性のシンガーさんに曲を提供する楽しみっていうのをちょっと覚え始めて、あ結構なんか結構女の子に自分のなんかこう、もちろんクライアントからの要求もあるけど、そこの中に自分の隠しメッセージを入れてこう作るのも結構楽しいなと思っていた時期だったので、なんか割と抵抗感なくいけたなっていうのはありますね。ああそうなんですね、はい、じゃあねまたちょっと曲を聴かせていただこうと思いますけれども、はい、次はレスト、これは初音ミクさんね、はい、みんなご存知のという感じですよね、はい、初音ミクさんの、歌声です。聴きます、はい、
でした。ありがとうございます。はい。やっぱり初音ミクっていうと、もうビジュアルもさすがに浮かんでくるね。さすがにイメージが。あ、この子が歌ってるんだみたいな。こんな子、こんな子がみたいな。そうそうそう。で、そう、今ね、あの曲を聞いた時に、はい、あの甲高い声はあまり得意ではないという、うん、お話をされていて、はい、あのイメージとしてボーカロイドって甲高い、なんか機械的な高い声みたいなイメージがあったんですけど、うん、はい、そうですね、やっぱそれは結構やっぱりその流行っているボーカロイドの曲っていうのは甲高くって速くって言葉数が多いっていう、うん、まあ、いわゆる人間がアプローチしないやり方で曲を作っているクリエイターが結構注目されていたんですけれども、うん、結構自分の中ではさっき言ったみたいにそのシンガーとして捉えて、こう女性の普通のシンガーと大体変わらないキーで作ってるっていうところが珍しいねって言われてまして、でそれがまたいいよねとか面白いよねっていうことを言われていて、まあ、それもなんか個性になってるのかなっていうのはありますね。結構高い曲多いですもんね。そう、なんかそういうイメージでした。うんうんうん、そっか、え、なんかそのなんていうんだろう、人に歌わせるような考え方で作ってるってことは、はい、曲を作るときに、はい、この例えばミクさんのために作ろうみたいな曲ができたから誰に歌わせようかなっていうのと どっちな感じなんですか。どっちもありますね。さ、あの本当に、さっきの曲はもうメイコさんだっていう風になったんですけれども、まあ、この曲もあとレストも初音ミクですね。もう逆に曲ができてから全員自分の家の、まあ、ライブラリーいる、まあ、いわゆる自分の知ってる女性シンガーさん大集合な感じで、ワンコーラスずつ歌わせて君だっつって君で行こうっていう時はあります。オーディションする時あるんですね。そうです、そうです、あります。そうです、なんかそれでもっていうと、あ、君でもキーをプラスに上げた方が歌いやすいよねみたいなことを言ってプロデューサーだ。そうそうです、ボーカル P です。ボーカルでプロデューサーです。うん、はい、という時もあります。あ、そうなんですね。はい、なんかあれですね、事務所の社長みたいっていうか、ちょっとこの辺ちょっとこうなんか、ね、こういう感じで言ってもいいかと思いますけど。なるほどね。はい、そういう、はい、ですね。あ、うん、いろんな作り方、当て書きもするし、そうですね、オーディションもするし、そうですね、やっぱりシンガーに書き下ろすって時は、うん、その自分の中で聴いてて気持ちがいいこうキーを考えて、ね、ここら辺で作ろうってやりますし、うん、好きに自分が作った創作がメロディーと歌詞ができてる場合はやっぱさっきみたいに、うん、この曲を一番素敵に歌ってくれるシンガーを募集しますみたいな感じですね。あ、そうなんですね。うん、やっぱりその例えば初音ミクさんとかだと、はい、うん、歌てかそれぞれ歌い癖みたいのが、そうですね、かなりありますね。他行お前苦手だなみたいな、そう、なんか中になっちゃうのつがみたいな子もやっぱいますし、やっぱそのなんかこう滑舌がとてもうまくいかないボーカロイドというか、そのソフトウェアもあるので、なんかそこも含めて可愛いなと思って作るのか、それともいや歌詞が大事だからごめん今回君じゃない人で行くわっていう時も、鬼になる鬼のプロデューサーの時もありますね。こういう感じで、はい、そうなんですね。はい、じゃあもうライブラリーたちはドキドキしてる、ドキドキ、もうパソコンだからもうヒヤヒヤこうなってる。危ない。そうなんだ。いや面白いな。はい、さあそれでは格言のお時間に、はい、ラブリオコミが格言のお時間に参ります。今夜はゴッホで内なる声がお前には書けないと言ったら何としても書け、そうすれば何も言われなくなる、あ、何も言わなくなるということで、はい、さあどうでしょう、この言葉を聞いて。そうですね、これ今聞いた時に結構自分が一番曲を作り始めた頃のその二十歳ぐらいの時とか思い出しましたね。なんかその時とかにこうちょうど100曲、合計今まで人生で書いた曲は100曲いかないぐらいだったんですけれども、もう何作っても自分の曲に通って曲になってって、もうなんかいやもうどれ作っても結局もういよいよネタ尽きたんじゃないかっていう、本当さっきの内なる声が来たんですけれども、もうそれでも恥ずかしいと思いながらもうずっと作ってって、まあもちろんなんか誰かの曲を聴いたり、なんかこう誰かの曲の模倣に聞こえるかなと思いながらも作ってたりしてたら、知らないうちにそのなんか、まあ、いわゆるスランプというか、うんうん、悩みが解消されていろんな曲をまた作れるようになってきたっていうのがあったので、そのことのその頃の時代を思い出しました。あ、そうなんですね。なんで、あ、いいこと言うなと思って、うん、今度ちょっと褒めとこうみたいな、ごほんまいいなっつって、ごほんまいい、
そうさすがみたいなあでも、はい、やっぱりそういう時期っていうのはあるんですね、うん、はい僕はありました。でもそれでも書き続けるってすっごい大変な。そうですね。でもやっぱ音楽好きだったっていうのもありますし、うん、その時にバンドでちょっとこういろいろなんていうのレコード会社とかに所属とかしていたので、まあ書けって言われるんで書くしかないよなっていうのもあって、書いてこうまあそのうちでもなんか似たような曲ばっかりだねっていうようなことも言われながら、でもそれでもなんかただただ書いてたら、まああっちも言わなくなったし、まあ自分の中での悩みも解消されたっていうので、なんかいい曲作ろうっていうよりもまずは数がものを言うなっていうことは思ってますね。なるほど、勉強に。いや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 、いやそれを思い出しました、はい、ゴッホがね思い出させてくれた。そうです、そうです。なるほど、はい、さあそれではねまた曲に行きたいと思います、はい、ね、今日はね全部このワールドの中から流しております、はい、それでは行きましょう。ダメンズロープウェイ。忘れられない心むしばんでる丸罰じゃ表現できないこの気持ち殴りたいような感情合わせ持ったキスしてハグしてよ。あの子のネイル褒める口で愛を語らないで会いに来ないで少しいじったテンションで何もない閉じ込んでるあなたを愛してる。ため息も夜の横顔をあたしがずっと守ってから謝罪させたい。あの子を触れた細い指で私に触れないで抱きしめないで嘘ついて針飲んでそれでも欺いてるあなたを愛してる。ラメンズキングのルーザー様私が聞いても生きてけるお腹すかせた犬みたいに抱きしめてあげるから天国まで面ズロープウェイ、フューチャリンググミ、これはあグミですね。はい、メグポイドさんが歌われている。はい、これね、はい、このグミさんの声も、はい、曲も歌詞もすっごい好きです。ああ嬉しい。でな こんな可愛い曲をどうして思いつくのかしら。そうですね。なんかこう女の子の結構なんかその気持ちというか。あのよくたまにあのお友達のこの女性の方と一緒になんかこうボーカルのイベントとかであのボーカロ P の女性の方とかと話すと結構なんか別に男って強くなくていいんじゃないと思う時があってなんかこう守ってあげたいっていう気持ちってなんか結構持ってるんだなっていうようなことを感じることがあって、それでちょっと一曲書いてみたいなっていうのがあって
あってこの可愛い声でなんかすごくなんていうかな極端な歌を歌わせてみたらどうなんだろうなっていうのがあって、うん、なるほど、はい、作りました。であの MV もねすごいその曲にぴったりの感じの、ね、あご覧になられましたか。はい、あんな拝見させていただきました、はいはい、いやいい感じで。本当ですか、はい、いや嬉しいです。なんかね、これでこのメグポイドさんはすごい人っぽいなと思います。そうですね、これが最新のライブラリで、それこそ先ほど聞いていただいた豪華はもう15年ぐらい前のライブラリで、これはまさに、今年か今年に出た声 でほぼほぼそのいわゆる今の AI の技術を使った、まあ、ほぼほぼ人間の声を予測して、だからほぼなんか人間の歌手の声ですよね、女性のシンガーの感じで、かなりこう進化してるなっていうのもなんか見てもらえたらなと思って、はい、いや本当にこれボカロ P さんの曲って、はい、カラオケとかには入ってないのかしら。入ってます。入ってます。だってこれ聞いたら歌いたいと思う人いっぱいいるだろうなと思って。いや結構ねなんか歌ってくれる人いるんですよ。あそう、たまに自分でカラオケとか行ってついて履歴とか見ちゃいますなんかいると嬉しくってそうそうよしみたいなあります。ありますね。えこれは歌いたくなる曲だなと思いました。あとっても嬉しいです。そんなシンガーの方に本当に嬉しいですね。もう本当このねワールド、ね、すごいたくさん曲が詰まってますけれども、はい、この CD を引っ提げて、はい、10月の12日に、はい、大阪インテックス大阪で、はい、マジカル未来という、ねはい、イベントがありまして、はい、そちらのクリエイターズマーケットっていう、はい、そのいわゆる即売会があるんですね、うん、で結構そのボーカロイドの面白い文化で、やっぱりそのクリエイターとそのリスナー聞いてくださる方が直接こう顔を合わせて、そのいわゆるいつも聞いてる音源とかをこう物のフィジカルとして CD とかを購入しに来るっていうイベントがあって、結構たくさんの CD 書いてある、サイン書いてあるんですけど、結構楽しみなイベントですね。わ、10月12日なのでね、はい、12、13、14で開催するのかな。あそうなんですね、はい、ですぜひぜひ、ね、チェックをしていただきたいと思います。あとねいろいろチェックをするとまたあこんなところに行かれているんだとか、うん、いろいろ出てくると思うので、うんうんはい、チェックしてください、はい、いやでもね本当にねたくさんいろんな方が歌っているのが面白くって。そうですよね、声が結構いろんなライブラリを使うのが僕結構好きで。そうそう、ああそうなんですね。みんながみんなそうじゃないんですよ。結構そうなんですか、初音ミクだけだみたいな浮気症なんです今日どの子にしようかなみたいなそうオーディションしてそうひどいんです。じゃちょっともう一人、あもう一人というかこれはまたグミですね、ネグっぽいとグミさんの曲、はいね、同じ人が歌ってもこういう曲も歌えるんだよみたいな。そうですね、これが、なんて言うんですかね、プラットフォームというか、はい、そのシンセサイザー V っていう、まあ、言うならプレイステーションとニンテンドースイッチみたいな感じで、はいはい、なんかこう本体が違うんですよね。だそれの違うボーカロイドっていう方の、はい、ボーカロイド6っていうプラットフォームの方のグミなんで若干声が違いますね。なるほど、はい、では聞いてみましょう、はい、今日終わった恋。知るはずもないようなスマイルです。
つける。これで本当のさよならね。君のかけらら散り始めた恋の終わり。あなたまで優しい私の宝物。君への想いも次第に薄れるの。少し寂しいこの街に今年も桜が咲き。恋、わあ、これもうバラードもいけるグミさん。そう、本当そうなんですよ、うん、今もうなんかいろんなもう表現ができるようになったんで、結構そういう意味ではボカロ P もなんか機械的なこうキンキンした早口の声の曲しか書かないっていうクリエイターは本当に減ってきてて、多種多様なクリエイターがいますね、うん、でその本当人っぽいというかその息を吸うね、うん、ところまで再現されてるのが、はい、今ってこうなってるんだっていうそうですね、すごい時代です。すごい時代。そしてそう今日聞いた随所にあのギターソロとかがありましたけど、それはもうご自分で、はいはい、もうギターもベースもはい、ピアノもはい、ドラムは打ち込みですけれども、はいですね、やってます。もうじゃあ全部全部引きこもりですいやすごい、でも本当にそれにうん、すごい、だって時間かかる、ね、そうですね。なんかこうやっぱりすごくそのもちろんやっぱりスタジオでしっかりこう演奏するものの熱量っていうのも、うん、それはそれですごくやっぱりあのリスペクトしてるんですけど、うん、こう自分が作詞作曲もしてもうアレンジもこう突き詰めたならではのなんかこう濃度のこう濃い作品っていうものがやっぱり結構ボーカロイドの曲が多かったりするので、うん、なんかそこに負けないように自分もこうアレンジを突き詰めて作詞も作曲もやってっていうのを結構自分もこだわってやってますね、はあ、うん、なるほど。いやもうね、随所にそのこだわりというか、あの、はい、なんかね、いろんな面白い曲というか、はい、スゴロク少女、はい、そうですね、はい、あ、なんかこれは、はい、どういう風に説明したらいいんだろうな。だいぶギリギリを攻めてる感じの女性のね。すごいですね。そのボーカロイドさんの、はい、水木ゆかりさんでね、はい、歌ってますね。ゆかりさんの、はい、もうだからこれはボーカロイドって分かって聞いた方が面白いんだけど、ね、はい、もう破天荒な歌い方をすごいされていて、そうですね。でただそう、ローズいっぱい喋ってますけれども、嬉しいです、曲のこと、はい、アルバムの最後の霞草も同じ方が歌ってて、はい、そうですね、それはすごい綺麗に歌われていて、あ、こういう歌い方もなさるのねみたいな、もう荒ぶってるのがすごろく少女で、もう何かこう自分あの曲をもうピアノでこう一人で弾き語りをしてるようなイメージで作った感じですね、はい、あ、なるほど、はい、ね、あのぜひいろんな曲風が、ね、はい、あるの。それでこのジャケットはこの歌ってる皆様が、そうですね、歌ってる皆さんがこう入っていて、はい、このワールドっていうのも結構最近、さっきも少しお話ししたように、海外からイベントがたくさんオファーがいただいて、はい、あの本当に8月には韓国行ったりとかで、5月2月には台湾行ったり、去年はシンガポールとか上海とかたくさんそういうアジアの国にたくさんこう呼ばれて、まあ現地で DJ をしたり、同じようにこう即売会に出てサインを書いたりとかして、すごくその活動が、まあ逆に自分の家で引きこもって曲を作ってる分、すごくそのいろんな世界に出てったことが刺激を受けて、なんかこういう曲作ろうって思って、こう帰って、あの帰りのフライトでいろんなことを思ってメモったりとかしてたんで、その時期のことに変えて曲が入ってるので、結構タイトルはワールドにしようかなっていうのがありましたね。今お伺いしてて、 DJ をなさるというのはどういう、はい、あ、もうそうです、もう本当今こうあれですね、あのリアル の、 あのアナログではなくって、あ、そう、はい、あのPC というかその CDJ を使って、はい、あの自分の楽曲のリミックス曲だったりとか、そういうものとかを、はい、
あちか結構オファーがあるんで、そういうのの現地のボーカロイドファンの前でやったりしますね。なるほど、はい、いやーボーカロイドというのが今そういうことになっているというのと、本当ですよね、なんか、うん、もう本当初期の頃にそうです、ね、あこういうのが出たんだっていうぐらいしか知らなかったから、はい、いや本当そうですよ、ええね、今やね それこそ米津玄師さんとかももともとボカロ P の方ですし、そっかそっかそうですね、ですし YOASOBI の綾瀬さんもボカロ P だったので、そうなんですね、はい、もうそれ結局あの YOASOBI さんは人間にそれを歌わせてる感じの、そうです、ね、はい、そうですだから結構なんかその野球とかでいうならこう二軍だったりとか、うん、まあ例えばその音楽だったらインディーズとメジャーみたいな感じで、はい、結構そこのまあボーカロ界隈で楽曲を作って自分の楽曲のこう評価を得て、うん、こうより大きな舞台にこうステップアップしていくっていうのがすごいこの数年増えたなっていうのを感じますね。もちろん僕みたいにこう相変わらずずっと現役でいるぜみたいな人もいますけど、でもそのねたどりたどりいけば毎週火曜日に新曲を そうですね、なんか作って、はい、毎週作るっていうのはそうです、ね、結構大変な、うん、結構大変でした結構結構なんかたまにこう 寝ながらこうなんか作ってる時ありましたね。みんな待ってね、いいなと思って、そうですね、すごい、そうあのねニコ動を見ると今もね全部その曲が詰まっているのでいっぱい、はいはい、でニコ動って文字が見えるからコメントをそうですね、はい、ウポツってなんだろうって思いながらちょっと調べたりとかしてすごいアップオーツが今ウポツになってるのねみたいな、そうね、そういうのとかがそういろ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 なんか新しい世界を、いやなんかそういうのいろんなことを知ってくれて嬉しいです。僕もやっぱりなねそんな知られてない世界ではあるのでとても嬉しいです。いや本当ローズ音楽大好きなんですけれども、うん、この今までちょっと入り込んでなかった世界がまた開けて、うん、あ嬉しいです。でぜひぜひその音楽好きのね皆様にもこのボカロ P の曲っていうのもたくさん聴いて、はいはい、本当に多分そのさっきおっしゃったみたいな声があんまり高くない曲が多いので、なんかいやボカロって甲高くって速い曲でしょって思ってる方にも結構とっつきやすいのかなと思うんで、ぜひぜひ、はい、ねこのねやっぱ番組見てる方とかにもいっぱい聞いてほしいなと思います、うん、ぜひぜひね、はい、チェックしていただきたいと思いま す。ということで、わあ今日は本当に新しい世界を見せていただいてありがとうございます。ありがとうございました。今夜のお客様はねじしきさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。来週もブルーレディオラブ力でお会いしましょう。ラストはローズラブでハートです。おやすみなさい。
radio.com